それにしてもコアクリスタルに触れるとブレイドが生まれてくるだなんてやっぱすごいよな。私たちブレイドの本体はコアクリスタルと呼ばれる宝石に似た素子なんです。触れたものに適性があった場合のみ自身の体細胞を増殖させて分離体を生み出す。それがブレイド。つまりドライバーとコアクリスタルが運命的に巡り合ってこそブレイドが誕生するということじゃな。不思議だな。なんでそんなことが起こるんだ。さあそれは誰にもわからんよ。イニシエからそういうものなんじゃ。生まれ出るブレイドの容姿は千差万別。人に近いものから私のようなものもおります。ドライバーの個性や精神が反映されているって説もあるね。ドライバーとブレイドとの出会いはとっても神秘的なんですよ。あの時ホムラは泣いていた。ホムラもさっきのブレイドみたいに誰かから生まれたんだろうか。天の聖杯って一体。一度抵抗するな。むむ、こやつら帝国軍じゃな。しまった。何なんだお前たち。その者、帝国にあだなす反逆者、ヒーラのものであろう。ヒーラ？ニアは違う。そうか。白き獣のブレイドを連れたグーラ人のドライバー、手配書の人相書きにそっくりではないか。人相書き？これだ。あ、似てる。なんだって。いや違う、似てない、全然似てない。ってこんなことやってる場合じゃない。そっくりだからってどうなってんだ。ちゃー。ふん。ところでお前、見たところお前もドライバーのようだが登録ナンバーは？え？登録？すべからくドライバーとなった者はアーケディアへ届け出なくてはならない。登録ナンバーがないということは、さてはお前モグリのドライバーだな。違う、俺はお前たちを連行する。申し開きは領事閣下の前でするがいい。レックス、今から私と白虎で仕掛ける。その隙にあんたたちを逃げな。そうはいかないよ。これは私と白虎の問題だよ。あいつは今お前たちって言った。なら無関係じゃいられない。ったく相当頑固だねあんた。じっちゃんにもよく言われる。じゃあ 1,2,3 でいくよ。私たちは左、あんたたちは右。オッケー、いつでも。じゃあ行くよ。抵抗するのか、来るのか。1,2,3。ひらむな、相手は少数、取り囲んでひっ捕らえろ。